大物主神社は、兵庫県天ヶ崎市にある神社、旧大物町、大物村における、地域住民の氏神として信仰されている。社号表1937年、建流江戸時代までは、大物社、大物若宮、若宮社、若宮部在天、若宮八幡等と称され、明治初年の神仏半然で交付以降、 主催神を大物主と制度上確定した際に、現社号となった。当時点在した三角州の一つに、祭りの場として、大物主の社が建てられた。創建者として、大物主の子孫、大田殿魂氏のさらに子孫となるかも武宿、あるいは、士族の一人が関わっている。平安時代後期には、秋守であった、平野清盛が、五福島神社の祭神を、勘定奉仕 当社に近く、海上交通の要所かつ難所であった、大物の裏の安全を記念した。その後、源頼朝から追悼された吉経が、大物の裏より船出する際、当社東側にあった七軒長屋に一時、滞在している。拝殿、変額最新名が記されている。社号を若宮と称した頃の主催神は、誕生したい福島神社と同じ一喜島姫の命で、 あったと伝えられている。その後前日の通り、大物主となり、交通の守り神として、宗形三柱神が祀られている。その他定例祭として、最短祭、原始祭、節分、紀元祭、記念祭、上司祭、春分、昭和祭、丹後、名護市を払い、平和記念祭、秋分、神奈目祭り当日祭り、新滑祭り、天朝節。 大津小森大払いなどがある。拝殿、ありがとうございます。